どうもこんにちは GTA 版うさぎ飛びチャンネルでございます今回はですね初心者の方向けの RP 上げについてお送りいたしますそもそもですね RP っていうものは上げていくと何のメリットがあるのかっていうところをまず解説していこうかなと思います持てる武器や物件が増えていって できるミッションなんかも増えていきます。車両のね、改造なんかもランクアップによって様々解除されていって、いろんな改造が楽しめることになっていきますね。体力っていうかね、ライフも増えていくんで、同じ回数攻撃されたとしても死ぬ速度とかが変わってくるんですね。まあわかりやすく言うと、レベルが低いときは、 5発撃たれたら死んじゃってたのに、レベルが上がってきたら10発撃たれても死ななくなるみたいな感じですかね。まあ、レベルが上がるごとにいろいろなものが細かく解除されていきますけれども、目指すポイントをざっくり言うとですね、まずレベル37。37でアサルトショットガンが解除されます。まずはこれを目指したいところですね。 アサルトショットガンはいろんな場面でかなり使えるんで、まずはここが目標なんじゃないかなと思います。で、次はランク60。で、アーマーのね、所持数っていうのもここで5個に増えて、グレネードランチャーなんかも使えるようになるので、37の次は60あたりを目指したいとこですね。で、その次の目標が90ですかね。で、90になると、 ヘビースナイパーっていうね、かなり使えるスナイパーが使えるようになって、で、アーマーの所持数も7個になるので、かなり変わってきます。で、ランクが100になると、車両アーマーが100%使えるようになって、ターボのチューニングなんかもできるようになります。で、あとロケットランチャーも使えるようになって、もちろんライフも上昇していくので、死にににくくなってきます。で、ランクが120になると、ミニガンが解除されて、 ここで通常の武器は、まあ、全部使えるようになるっていう感じですかね。この段階でアーマーも9個持てるようになるんで、まあ、最低目標がここっていう感じですかね。で、135になると最大値のアーマー10個っていう感じになります。でまあ、このぐらいまで来るとね、アーマーの数が9個でも10個でもそんなに変わらないので、 まず目指したいところはランクが120っていうところになるんじゃないでしょうか。で、普通にやっていてもこの頃はこのスキルね、体力とか射撃、運転なんかのね、ほとんどのスキルも上がってると思うんですけども、ここまでをまともにやるとかなり時間がかかります。ということで、ここからは GTA を楽しく遊ぶために RP を効率よく上げる方法というのも説明していきます。 で、一番単純なね、効率の良い,い方法っていうのは、毎週のイベントで来るね、ポイントが2倍、3倍となるようなミッションを、まあ、集中的にやるっていうことですよね。まあ、これはね、メニューからオンライン、ジョブ、ロックスターの作成のジョブに行ってもらって、一覧の中から報酬が上がってるものを見つけてやるだけです。表示がね、 わかるようになってるんで、それを見つけて集中的にやるっていう感じですね。で、これはね、2倍でもかなり美味しいですけど、3倍、で、ごくまれに4倍なんていう時もあるんで、逃さないようにやっていきましょう。で、ここからは、ある程度上がったレベルからさらに効率よく上げる方法です。で、この方法はね、トレアドールという車が必要になるんで、それを持っているっていう前提になるので、そこだけご了承ください。で、この車の最大の特徴。 ロックオンできるミサイルが無限に撃てるっていうのを利用して効率よく RP を稼いでいきます。で、まずはメニューからオンライン、ジョブ、ロックスターのジョブに行ってもらって、回収稼業、RV はどこだっていうジョブをスタートします。で、車両は先ほど言ったトレアドール。 ジ除風を開始してからでも呼び出すことができますんで、オプツね、オプレッサーマーク2とか持ってる人は目的地まで行ってからトレアドールを呼び出しても時間短縮っていうことが可能になりますね。で、現地に着いたら横の道からトレアドールを裏側に止めに行きます。で、そしたらこんな感じでコンテナをよじ登って目標の車に粘着爆弾を仕掛けます。そしたら一度この車に乗ってもらってすぐに降ります。 で、乗った瞬間ね、これによって敵が動き出しますんで、急いで車に戻ります。で、車に乗ったら、裏に滑走路があるんで、そっちに向かいます。で、この時にトレアドールの武器が、きちっとね、ミサイルになっているかっていうのを確認して、それを忘れないようにしてください。 で滑走路周辺で、まあ、うろうろすると、ね、敵が湧いてくるんですけどいくつかの場所で敵が、ね、一方向からしか出てこないでガンガン湧いてくるいい場所っていうのがあるんでそれを、ね、うろうろして見つけてもらってそこに向かいますで僕はこの辺りに陣取ってやってるんで、まあ、参考にしてもらえたらと思いますであとは湧いてくる敵の車に向かってミサイルをひたすら撃ち続けるだけっていう感じのね 簡単なな方法になりますもうこれによってガンガン RP が上がっていきますでたまにね後ろから敵が来たりするんでそこだけ見落とさないように注意しましょうでこれをねある程度続けてるとまあ僕の場合今回これは20分ちょっとぐらいやってるのかなで敵を倒しているのに RP が上がらなくなる っていうタイミングが来るんでそしたら稼げる限界値まで来ましたよっていうことになるんでこの時点で十字キーの左を押して最初に仕掛けた粘着爆弾を起動して目的の車両をわざと破壊してリスタートしますあとはこれの繰り返しで RP はガンガン稼ぐことが可能になりますで最後ねちゃんとクリアしてもいいですしそのまんま終わっちゃってもいいでしょうでこの他にもね コントローラーを固定して放置して稼ぐ方法とか RP の稼ぎ方っていうのは色々な方法があるんですけども一応ね今回紹介したこの方法っていうのは正攻、まあ、法っちゃ正攻法になるので僕的にはかなりおすすめなやり方となりますで今はね超スピードでレベル1000以上に持っていく起動作戦センターのトレーラーヘッドを使ったやり方なんていうのもあるんですけども、まあ、操作もね若干シビアな部分もあって 何よりもね、リスクが大きすぎると思います。200とか300ぐらいまで上げるのはまあいいと思うんですけど、まあ、このあたりはね、この個人的な見解にはなるんですけど、まあ、その方法でね、何千レベルっていうような極端なレベル上げをしてしまうと、いずれね、何かしらのペナルティを喰らう可能性もあるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、もっともね、最初に話したように、レベル135ぐらいまで行けば、 あとはもう、ビビたる変化しかないんで、そこから先のね、レベルが1000とか2000なんていうのは、自己満足の世界だとは思います。まあたまにね、レベル8000なんて人も何回か見てますけども、まあ確かにね、見た瞬間、うわ、すげえなーって思うのは思うんですけど、まあ、ここまで行っちゃうとね、まともにやってないっていうのも丸分かりなので、レベルが高いから上手いとか、キャリアが長いとかっていう基準にさえもならなくなっちゃうんで、 まあどうなんだろうなとは思いますね。まあこのあたりはね、個人の好みの問題なんで自己責任で楽しく遊べればそれでまあいいんじゃないでしょうか。ということで今回は RP を上げるとどうなっていくかっていうのと初心者さん向けに RP を効率よく上げる稼ぐ方法をお伝えしました。で今回はね、トレアドールを使う方法なので完全な初心者さん向けっていう感じとはちょっと違うかもしれないんですけども、まあ、まずね、 このゲームでお金を稼ぐっていうんだったら、乗り物で言うと、まあ、コサとか、スパロー、オプツで、トレアドールっていう感じで購入していくと、お金稼ぎに関してはかなり早くできると思います。で、かっこいいスーパーカーとか、あと物件のオプションなんていうのは、その後に余裕で買えるようになってくるんで、 お金の使い方の優先順位っていうのは考えながらお買い物をしていった方がいいんじゃないかと思いますあとちなみに稼ぐことだけを最優先にするならある程度貯まってねさっき言った乗り物が揃ってるなら欲しいものが揃うまではもうカヨペリコしかやらないっていうぐらいでいいんじゃないかと思いますお金稼ぎをね最優先にしていくんだったらあの在庫運搬系のお金稼ぎは邪魔もされるし時間もかかるんで まあ僕はほとんどやらないんですけどね。まあ、何よりもね、運ぶだけがメインっていうのが、まあ、ゲーム的につまんないっていうのがまあ一番の理由なんですけども。まあこのあたりはね、本当にいろいろな好みっていうのがあると思いますんで、人それぞれっていうことで、まあ楽しめればいいかなとは思います。ということで、まあ今回はこんな感じで動画を終わろうかと思います。で、この他にもね、いろいろと、まあ、RP を上げる方法なんかも紹介してますんで、 他の動画も参考にしていただけたらと思います。では、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。うさぎどりチャンネル。